今年も7月19日土曜日を中心に油津港祭り花火大会を開催します。毎年海にちなんだイベントとして、弁公競争大会や、チョロ船と、また今年も、協定によるペアボート乗船会の方を実施しますので、はい、そちらも合わせてご参加ください。土曜日の夜8時から花火を開催します。花火を、席でゆっくりとご覧いただくために5000円でですね、有料テーブルを現在販売しております。また毎年恒例の花火大会時のですね、メッセージ花火を今年も募集します。で、花火の大きさによってちょっと金額が変わるんですけれども、花火を打ち上げる前にご希望のメッセージを読み上げて花火を打ち上げます。ぜひお伝えしたいメッセージがある方などは商工観光課までご応募ください。また今こちらに来てらっしゃるポロシャツですね、港祭りのポロシャツを限定で今販売しております。こちらの5色がありまして、赤、白、黒、黄色と青になっております。で、ちょっとサイズが限りがありますので、商工観光課まで詳しくお問い合わせください。油津港祭り、ぜひお越しください。お越しください。